ペリスガタン、密室は、ペールバールとマイシューバル共著によるスウェーデンの警察小説、マルティンベックシリーズの第8作である。翻訳の原書は、ポール・ブリテン・オースティン役、パンテオン・ブックスの英語版、ザ・ロック・ドルーム。1972年6月30日15時、ストックホルムの銀行に女性と思われる拳銃を持った強盗が入り、一人を射殺し現金を奪い、逃走した。 連続銀行強盗事件担当の地方検事ステン、オルソンが指揮する特捜班は捜査を開始した。一方、マルティンベックは、コルベリ、ダーソンやルンが銀行強盗特捜班に借り出されてしまったこともあり、警視庁の目と鼻の先にあるベリス型のアパートの密室の中で重曹を追って死亡した老人スベードの案件を単独で担当することとなった。 銀行合同特捜班は偶然に逮捕した強同団の物資調達屋のモーリッソンから入手した情報で散々な目に遭っていたが、オルソンは次の銀行合同計画の情報と引き換えにモーリッソンを釈放した。ベックの方は狂気となった銃のありかは不明のままスウェードの身辺調査に取りかけかかった。ありがとうございます。